ゴミ潜水艦を売りつけたロシチャールのお抱え武器商人バジル・ザハロフについてお話しします。1872年、バジル・ザハロフがブリストル、イギリスのサウスウェスト・イングランドにてイギリス人女性と結婚します。1873年頃、貿易商である叔父の仕事を手伝っていたバジル・ザハロフがコンスタンティノープルからロンドンへの商品の輸出の際、店の資金を横領したことが発覚し、法廷に召喚されます。コンスタンティノープル出身のロンドンのギリシャ人たちは、自分たちのコミュニティの人間関係や関係する紛争はイギリスの法廷外で解決することを望みました。ザハロフは原告に100ポンドの賠償金を支払い、法廷の管轄内にとどまることを条件に釈放されました。ザハロフはすぐにアテネへ向かい、ステファノス・スクルディス、後にギリシャの首相になりました、と出会いました。雄弁なザハロフはロンドンでの訴訟の正当性を訴え、スクルディスを説得することに成功しました。1877年10月14日、バジル・ザハロフがスウェーデンの武器製造会社のトールステン・ノルデンフェルト社の代理店の主任に就任します。ザハロフの外交センスを評価していたステファノス・スクルディスは、トールステン・ノルデンフェルト社の代理店の主任をしていたスウェーデン人大尉の友人が退職する意向であったため、後任としてザハロフを推薦していました。1878年3月3日、ロト戦争が終結します。その後、ギリシャでは軍備増強の機運が高まっていました。バジル・ザハロフは武器を売ろうとしますが、クルップ社、シュナイダー社、ビッカース社などの同業他社と比べると分が悪かったです。1878年7月13日、ベルリン会議は終了します。イギリスがオスマン帝国からキプロスを借着することとなりました。これを受け、バジル・ザハロフはイギリスに戻ることとなりました。この後もバルカン諸国、トルコ、ロシア帝国の政治、軍事での不安定な情勢は続き、機を逃さずザハロフは武器を売っていきました。1883年、バジル・ザハロフはゴールウェイ、現在のアイルランドの海運代理店で働いていました。アメリカの工場で働く女性を募集しました。また、アメリカに滞在し、セントルイス、アメリカのミズーリ州の鉄道車両会社のセールスマンとしても活動しました。1883年6月、ハイラム・マキシムのマキシム機関銃につながる最初の特許が登録されます。1883年7月、ハイラム・マキシムのマキシム機関銃につながる特許が登録されます。1884年10月、ハイラム・マキシムの開発したマキシム機関銃の最初の試作型が招待客に展示されます。1885年、バジル・ザハロフが王子を装い、フィラデルフィアの相続人ジェニー・ビリングスと結婚します。しかし、1872年に結婚したことを知るイギリス人に重婚を暴露され、刑事にロッテルダムまで追われました。オランダまで追われたわけですね。大変ですね。1885年9月21日、ジョージ・ギャレットの設計した蒸気駆動潜水艦ノルデンフェルト1のデモがオスマン帝国武官を含む39名の前で行われます。トールステン・ノルデンフェルトも開発に一枚噛んでいました。デモは成功とは言い難かったですが、当時まだ珍しかった潜水艦に目をつけていたバジル・ザハロフは 寛大な支払い条件を約束してギリシャに販売しました。その後、ギリシャと対立していたオスマン帝国に対し、ギリシャの潜水艦が脅威であると言い、2隻を売りつけました。さらに、ロシア帝国にも黒海に新たな脅威が存在するとして2隻を販売しました。しかし、これらの潜水艦はどれも欠陥品でした。機構は蒸気駆動でしたが、水中航行には全く不十分であり、各海軍による海上試験をパスしませんでした。推進システムの欠陥という根本的な問題に加えて、慢性的に不安定でもありました。そんな中、オスマン帝国海軍の潜水艦1隻が魚雷発射実験中に転覆し、垂直姿勢で上昇した後、船尾から沈没しました。ということで、ゴミを売りつけたわけですね。ロシアとオスマン帝国とギリシャにですね。1886年、マキシム機関銃に目をつけたバジル・ザハロフがハイラム・マキシムに接触します。本年から1888年にかけて、ザハロフはマキシムが
自身の開発したマキシム機関銃の性能を証明しようとした以下のデモに関与し、マキシム機関銃への評価を矮小化するための工作を行いました。で、評価が落ちたところで、マキシム機関銃を自分の側に取り込んでいくということですね。1つ目ですが、最初のデモはラ・スペツィア、イタリアのリグーリア州にて行われました。マキシムとトールステン・ノルデンフェルトの機関銃が第4代ジェノバ公フェルディナンド王子を含む著名な観客の前で披露されるはずでしたが、前日の夜にザハロフの関係者がラ・スペツィアにいたマキシムの関係者を待ち伏せして行く手を阻んだせいで、マキシムの代表者は出席できませんでした。2回目のデモはウィーンで行われ、出展者はオーストリア歩兵の標準サイズの弾丸に適合させるための武器の修正を求めました。数百発撃った後、マキシム機関銃は完全に停止する間に不安定になりました。マキシムが何が起こったのかを確認するために一艇を分解したところ、破壊されているのに気づきました。しかし気づくのが遅かったため、修復する時間はありませんでした。破壊されていたのに数百発撃てたんですね。どういう機構になっているのかわからないですけど。3回目のデモは前回と同様にウィーンで行われました。今回はマキシム機関銃は完璧に動作しました。しかしザハロフの関係者がやってきて、このような素晴らしい武器を製造するのに必要な職人技は一度に一つずつ手作業でのみ達成可能であり、大量生産の手段がなければ現代の軍隊のニーズを満たすのに十分な量のマキシム機関銃は決して製造できないと説得しました。ノルデンフェルトとザハロフの目論見通り、マキシム機関銃は思うように売れませんでした。1888年、バジル・ザハロフが自身をハイラム・マキシムに巨額のコミッションで首席セールスマンとして雇用させます。また、NM ロスチャイルド&サンズとトールステン・ノルデンフェルト社が圧力をかけ、存続会社をマキシム社として、トールステン・ノルデンフェルト社を合併し、マキシム・ノルデンフェルト銃器弾薬会社が設立されました。オフィスはロンドンのビクトリア通りに構えました。 NM ロスチャイルド&サンズは合併資金として190万ポンドの株式を発行しました。また、ナサニエル・ロスチャイルド第3代のイギリスのロスチャイルド商会の当主ですね、はマキシム・ノルデンフェルト銃器弾薬会社の株式を大量に保有し、経営に直接関与しました。1888年10月、イギリス陸軍最高司令官ガーネット・ワースリーがライフルと同じ口径のマキシム機関銃120点の発注を命じます。実砲には、577450マルティニ・ヘンリー弾が用いられました。1890年、トールステン・ノルデンフェルトが自己破産し、マキシム・ノルデンフェルト銃器弾薬会社を追放されます。ノルデンフェルトはイギリスを離れ、フランスへ渡りました。これによりマキシム・ノルデンフェルト協会が解散となりました。バジル・ザハロフは自身のコミッションを利用してマキシム・ノルデンフェルト銃器弾薬会社の株式を購入し、やがてハイラム・マキシムに、あなたはもはや従業員ではなく同等の株主だと言われるに至りました。1897年、大株主が NM ロスチャルド&サンズで軍用機や造船の製造を行うビッカース社がバローインファーネス、イギリスのカンブリア州の造船会社であるバロー造船会社を買収し、同時にバロー造船会社の子会社となっていたマキシム・ノルデンフェルト銃器弾薬会社を買収して、ビッカース・サンズ&マキシム社が設立されます。設立の際の新株発行は NM ロスチャルド・アド・サンズが担いました。バジル・ザハロフはイギリス、ドイツ、ロシア帝国、オスマン帝国、ギリシャ、スペイン、日本、アメリカなどに軍需品を販売していきました。そして第一次世界大戦につながっていきますが、正直このザハロフの話はもう一回で終わらないです。はい、またいずれやりたいと思います。今回はこれまでです。以上です。